県政フラッシュの時間です。知事と市町村長が地域の課題解決に向けて意見を交わす地域フォーラムが上牧町で開かれました。令和3年度1回目の地域フォーラムは奈良のまちづくりと土地利用のあり方をテーマに開かれました。はじめに新井知事は大阪のベッドタウンとして発展した背景から県内の市街化区域が住居としての利用に偏っている特徴を説明。その上で商工業系の土地利用を増やして雇用の拡大や町の利便性向上を図る必要性を訴えました。続いて三郷町と上牧町、王子町、河合町の4人の町長がそれぞれの町の課題や取り組みについて説明しました。この中では大和川の氾濫に備えた調整池の整備など水害対策の取り組みや国の史跡指定を受けた古墳群を史跡公園として整備する計画などが取り上げられ課題や取り組みを共通化する必要性などについても話し合われました。大規模な災害が発生した際外国人被災者の支援を行うボランティアの養成研修が開かれました。研修会にはボランティアとして登録している人や外国人支援に関心のある人などおよそ60人が参加しました。まず岡山県総社市で外国人防災リーダーとして活躍する譚俊愛さんが自身の支援経験について講演しました。譚さんは外国人も支援される側ではなく支援する側になれるよう事前に研修を受けることが大切だと話しました。また災害の発生を想定して行われた演習では外国人に分かりやすいように配慮した優しい日本語で通訳するロールプレイングが行われました。参加したボランティアは外国人被災者が具体的にどのような支援を必要とするかを学んでいました。ではお知らせです。県立図書情報館では高校時代の教科科目をもう一度学び直す図書館学校の受講者を募集しています。図書館学校は主に高校時代の教科科目から今につながるテーマをピックアップしてもう一度学ぶプログラムです。2月から3月に開催する第2期では2月4日に世界を知る江戸時代の地理学者たちと題し千田稔館長による開校記念講座を開きます。このほか国語1、国語2、社会、理科でそれぞれ2回多彩な講師陣が魅力的な授業を行います。授業内容に重複はありません。定員は各回100人です。希望する方は図書情報館のホームページなどからお申し込みください。詳しくは奈良県立図書情報館電話074234局の2111番までお問い合わせください。新型コロナウイルス感染防止対策について県民の皆様にお願いです。感染防止対策は何かをできなくするものではなく何かをできるようにするものです。正しい対策を継続し日常生活を取り戻しましょう。換気によりウイルスを含んだマイクロ飛沫を除去することでエアロゾル感染を防ぎます。マスクには飛沫抑制のほか汚れた手で鼻や口を触らないなど複合的な感染防止効果があります。特に不織布マスクは有効とされています。デルタ株は少量のウイルスでも感染することから消毒によって物品、ドアノブなどを介して感染することを防ぎます。ワクチンの発症予防効果は 100% ではなく、またワクチンを接種した方から他人への感染をどの程度予防できるかもまだ分かっていません。感染防止対策を継続しましょう。以上、県政フラッシュをお伝えしました。